どうも、エイトロクライダーです。今日は2021年10月の14日木曜日、今日86です。ちょっと、福岡県のね、北九州にある吹上峠っつうところに行ってみようと思ってますけど、ちょっといまいち道が分かんないですね。まあとりあえず行ってみます。レッツゴー。今日はね、まあ木曜日ね、平日なんでね、ちょっと少ないですね。いやーけど狭いし道悪いですね。けどしかしですね、最近ちょっと天気がいいですよね。これ何ですかね、この車の。中旬なのにこの気温ね。ああけどここもちょっと楽しいですね。まあけど全国的に言えるんですけど、コロナもちょっと落ち着いてきましたよね。まああんまり油断できないんですけど、だいぶなんかね、イベントとかもね、緩和されるみたいで、まあ良かったですね。さあ、ちょっと行きますよ。
ちょっと下っていきます。吹上峠、この縦島、これ車やったらいいんですけどね、バイクはちょっとやっぱ嫌ですね。この縦島、今その中古に、中古がなんか新車がこうなかなか手に入らんくて、車にしてもバイクにしてもで、なんか中古がなんか新車よりも高くなるという現象が起こってますよね今。なんかおかしいですよね。まあ仕方ないんですよね。多分新車もコロナの影響でやっぱ生産が追いつかんのですよね。もう国によってはそのロックダウンの国もありますからね、まだ未だにね。これだから働きにも行けないってことですもんね、要はロックダウンつくとは。でそのなんか車とかバイクとかもう部品とかそういうやつをそのね海外で作ってるたりしますんでね、今なんか半導体不足とかなんか言ってるでしょう。その、まあ、携帯とかもそうなんですけどね、まあ、全てにおいてやっぱ影響ありますよね。日本が大丈夫でもどっかの国でロックダウンとかしたらやっぱなんだかんだ言ってこういう車にしてもバイクにしてもなんか携帯にしてもですけど、その日本で作っててもその一つ一つの部品は海外で作ってるとかいうのがあるんですよね。やっぱさあ下ってきました。まあそういったことでですね、待ってくれと思いました。まあポリスもあるんで、まあ関係ないんですけど、ここら辺で失礼します。ね、ご視聴ありがとうございました。ここ早っ。まあご視聴ありがとうございました。またお願いします。まあトロトロ走る峠シリーズなんですけどね、またやっていきます。では